南電カフェようこそ。はい、7月10日月曜日の南電カフェ、今週もねよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということなんですが、今日は長崎市の中学校で入学式が行われたということですよ。1年生の皆さんもおめでとうございます。もう忘れましたね。いや、私は3年前くらいから3年前でしょ。それは失礼いたしました。まだまだ1日でございます。ありがとうございますが、はい、今日ゲストのこの方はね、はい、まあ、こういった時大忙しなんじゃないでしょうか。そうです。紹介させてください。山口博介さんです。はい、今日は来賓その2でございました。あ、そうです、はい、さすが、さすが来賓です。もう来賓来賓で、はい、やっぱこの時期大忙しじゃないですか。そうですね、明日はまた小学校です。あらららら、ちょっとまたお世話になります。いやー、さすが、僕なんて一回も呼ばれたことないですよ広介さん。そうですか、詳しいの頑張んない頑張ってください。今日はの広介さん最後まで、はい、お付き合いいただけるということなので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ではオープニングの話題に参りますね。はい、昨日ですね、富山県で全日本ちんどんコンクールが行われたんですよね。はいはい、まあ、全国のちんどん屋さんが集まる大会なんですが、長崎にはちんどん河内屋さんありじゃないですか。河内屋さんももちろん参加されたそうなんですよね。はいはい、ただちんどんのコンクールって何を競うか、お二人ご存知ですか。いや、まあ、やる演奏とかやるのかなぐらい、盛り上がり具合、そうですよね。もちろんね。はい、このチームというのは、まあ、昔の街頭広告じゃないですか。はいはい、ということで商品を PR する技術を競っているそうなんです。例えば、ケーブルインターネットを告知してくださいといったように、その試合ごとにテーマが決まっているそうなんですよ。はあはあはあ、はい、さて河内屋さんの結果、この大会でどうだったのかご覧ください。この全日本ちんどんコンクールは、ちんどんの技術を競う大会として1955年に始まりました。この大会で河内屋さんは2018年、2019年と連覇していました。しかし新型コロナウイルスの影響で大会が中止となり、今年4年ぶりの開催となりました。出場したのは、はい、全国で活躍する28チーム。河内屋さんも無事予選を通過し、上位の8チームで決勝戦が行われました。決勝戦も込めて他のチームの紹介をします。決勝のテーマは全日本ちんどんコンクール。河内屋は参加全チームの名前をちんどんのリズムに合わせて紹介し、ライバルたちの個性や大会の魅力を表現し、会場を沸かせました。このテーマ斬新ですよ ね、 ちょっと大会がもうテーマになっちゃった。はい、さあどのチーム、河内屋が青だ。おお、あ、青、あら、青が、お、3票すごい。河内屋さん3点おめでとうございます。うわー、日本一やったー、いやー、すごい、おめでとうございます。優勝ですよ。3連覇、3連覇ということでね、まあ、3大会連続の5回目の優勝ということで、さすが日本一、ねえ、どうですか、広介さん相方ですけども。まあ、本当おめでとうございます。はい。あの、一回この内容についてね、河内屋さんとお話ししたことあるんだけど。あ、このネタというか。やっぱりね、あの、いろんな楽器が上手、私はこの太鼓が上手、これが上手っていう人たちがたくさんちんどん屋にはなってるんだけど、うんうん、和芸についてはやっぱりみんななかなかそこまで行ってないですよ。そこもポイントになるわけですね。河内さんはね、口なのよ。なるほど。口がうまいのよ。
さすが。もうその辺自由なんですもんね、うん、やり方はね。そうそうそう、はあ、だからみんな楽器のレベルは高いんだけどもね、うん、やっぱ和芸は本当に百戦錬磨。さすがでございました、はあ、うん、この川内さんも大会の後におっしゃっていまして、はいはい、この決勝の内容と力量を見たら勝てないなと別のチームを見て思ったりもされたそうなんですが、うんうん、まあ、この一か八かライバルのチームを紹介したことが評価されたなるほどね。この難しいテーマ、全日本チンドンコンクールというテーマに対して、はい、ね、ライバルの紹介をしたっていうこの起点ですよね。そこもね、評価されたということです。経験値ですよ、ね、今回も新人の皆さんで行ったってね、そうそうそう、あの望んだから、うん、まあ、心配だけどもチャレンジしてみますとおっしゃってましたもんね。 それで日本一、いや、さすがですよね。すごいよ、本当におめでとうございます、はいはい、まあ、これからも日本一のチンドン屋さんとして、うん、そして歴史の散策に相方として、ね、今度から師匠と呼ばなくこれからも頑張っていってほしいですね。日本一おめでとうございます。